私にお兄ちゃんがいたら、きっと先輩のような性格をしてたと思うんだよね。なぜか、それはね、先輩は面倒見がいいからだよ。情報収集担当のホズルと申します。それでは改めて自己紹介します。戦技室所属、大国主。それでは、改めて。私は司法院の講師、共に戦おう。ウーに何か用？心配無用だ。私はいつもここにいる。そびえる山のように気高くありたいものだ。そびえる山のように気高くありたいものだ。
そびえる山のように気高くありたいものだ。道は一を、一は二を生み、二もまた三を。道は一を、一は二を生み、二もまた三を。道は一を、一は二を生み、二もまた三を。力添え、痛み入る。信頼には必ず応えよう。そびえる山のように気高くありたいものだ。どうしてコル…あなたは私と同じ志を抱いている。そうだろう。